こんにちは。今回は6歳の娘用に、簡単にスヌードを編んでみたので、この作り方を紹介してみようと思います。ガーター編みという編み地になっているので、初心者の方にもチャレンジしていただきやすいと思いますし、作り目の数を増やせば、大人の方でも使っていただけるような仕上がりにすることもできます。程よい厚みがあるので、とても暖かくて、で、伸縮性も結構あるので、フィット感も良くって、ふわふわの糸で編むことによって可愛らしい印象になっています。女の子のお子さんでも男の子のお子さんでもイメージしやすいかなと思ったので、こういうグリーンの明るい糸にしてみました。で、結構カジュアルな格好に合うかなと思って作ったんですけど、例えば真っ白のこういうふわふわ糸とか黒とかグレーとかで編むとフォーマルな感じになって、きれいめな格好にも合わせやすいと思うので、すごくおすすめです。ぜひご自分の好きなテイストに合わせて糸選びをして編んでみてほしいなと思います。そしてこのエコたわしのループの部分をゆっくり見たいという方がコメントでいらっしゃったので、動画の最後の方にこれもやりたいと思います。使用するのはケイトのピエロさんで購入したキャンディーランドというケイトを使って編んでいきます。針は 8mm の棒針を使って編んでいきます。今回 8mm、 私この輪針しか持っていないので輪針を使って編んでいきますが、普通の、2本の棒針でももちろん編むことができます。まずは作り目を編んでいきます。編み幅の3倍の糸を置いて、親指にかけて、人差し指にかけて、今回はこの1本を使ってふんわり作り目をしていきます。作り目のやり方はゆっくり、以前もやっているので、ゆっくり見たいという方はそちらの動画を参考にしてください。4、5、今回は15目作り目を編んでいきます。7、8、9、10、11、12、13、14、15、作り目が15目編めました。ガーター編みはすべての目を表目で編んでいくと出来上がる編み地になるので、まずはフランス式で表目を編んでみようと思います。糸は必ず向こう側になるように持って、アメリカ式の場合は糸を右手に持って、このように編んでいきます。どちらでもやりやすい方でいいと思います。もう一度フランス式で編んでいきます。糸も太くて針も太いので、結構一段が編み上がるのがすぐにっていう感じなので、割と
全体的に編み上がるのも早くできるかなと思います。こんな感じで表目が1列編めました。そして編んだらくるっとひっくり返して、今度はこちら側から同じように表目を編んでいきます。糸は向こう側、もう一度アメリカ式で、これで次の段も編めました。この要領でひたすら表目を編んでというふうに、好きな長さになるまで繰り返します。7段目まで編んできました。結構いい感じにふわふわで、伸縮性も横にも縦にも程よくある感じなので、このまま、今回は私の長女上の娘6歳に合わせて編もうと思うので、首に巻きながら様子を見ながら、ぴったりなサイズになるように編んでいきたいと思います。今はもう少しで一玉目が終わるというところまで編んできました。長さは端から約38センチになっています。糸がなくなった時のつなぎ方をやっていきます。新しい糸を持って、こんな風にして、で、あとは同じように新しい糸をかけて編み進めていきます。で、このまま何段か編み進めていきます。何段か編んだので、この糸端2本を始末していきます。まずは糸端をとじ針に通します。そして端の目をくるくるといくつかすくいながら通して、糸を引っ張ります。この糸端はカットします。もう一つの糸端も今上に糸始末をしたので、今度は下側に糸始末を同じようにしていきます。これで糸を足したところが目立たないように糸始末をすることができました。続けて
新しい糸で編み進めていきます。ある程度長くなってきたので、ここで止めていきたいと思います。ちなみに今の長さは95センチぐらいなんですけど、伸縮性があるので伸ばせばもう簡単に100センチを超えてしまうような感じになっています。伏せ止めをしていきます。まずこの目とこの目はさっきと同じように表目を編みます。この目も表目を編んで、今右側の棒針に、ね、2つ目がかかっていると思うので、右側のこの目を左側の目にかぶせます。どうするかというと、この左側に持っている棒針を入れてくぐらせます。そして外す。次の目も同じように、まず表目を1回編みます。そしたら、左手で持っている棒針をこんな風に入れてこの目にかぶせます。もう一度表目を1回編んで、かぶせる。これを繰り返します。最後の目までかぶせるとこんな感じになっているので、ここで、最後端と端を閉じる分だけ残して、ちょっと長めに置いてカットします。そしてギュッとこんな風に縛ってあげて、とりあえず長い四角ができたので、この端と端をさっき残した分のこの糸端を使って閉じていきます。今端と端をパタンパタンと折ってきたんですけど、今回はこういう風にまっすぐ閉じてもいいんですけど、半回転、片側を半回転させて閉じていこうと思います。こんな感じで端と端を合わせたら、糸がちょっとモコモコしているのでとても分かりにくいんですけど、右側の一目と左側の一目、同じ目の数があるので一つずつ針を入れてすくっていきます。今こういう状態になっているので、最後まで同じように一つずつすくいながら閉じていきます。最後まで閉じてきました。いや、あんまりきつく引っ張りながらやってしまうと、ここがこうキュッとへこんだような感じになってしまうので、様子を見ながらゆっくり閉じてあげるといいと思います。そしてはこんな感じで終わらせて、あとは糸始末をしていきます。
ちら側も糸始末をしていきます。反対側がこんな感じになっています。これで完成したので、ちょっと全体的に見てみます。半回転させてから閉じたので、こんな感じで真ん中でクロスしています。首にかけるとこんな感じになりました。そして最初に言っていた通り、エコたわしのこのループの部分をゆっくり説明していきます。ごくごくシンプルに、作り目10で段数が 1,2,3,4,5 段の長編みのエコたわしを簡単に編んでみました。ここからループの部分を作っていきます。ループの部分は鎖編みで作って、まあ何でもいいんですけど、10とか11とか12とか好きな長さになるように編んでもらえたらいいなと思うんですが、今回は10で編んでみようと思います。鎖編みをここから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、ここに最後に引き抜こうと思います。絶対ここじゃないといけないっていうわけではないと思うんですけど、ここに引き抜くと綺麗なんじゃないかなと思うので、わかりますかね。もう一度やってみますね。この鎖があって、ここですね、この2本に入れて引き抜き編みをする。そして糸をカットして、あとはこんな感じでギュッと引き締めて糸始末をすればいいと思います。感じになりました。はい、今日も簡単ですが、こんな感じでループの部分の編み方と簡単なバーター編みのスヌードの編み方の紹介でした。今日は以上になります。ありがとうございました。あったかい。